私の記憶が確かならば、最近 YouTube の世界でその料理の腕前を遺憾なく発揮し、世間を驚かせている男がいる。そこで私は思いついた。彼をこのカジサック美食アカデミーの鉄見下として迎え入れ、料理自慢の挑戦者と対決させることにした。一体どんな戦いになるのか、大いに期待するがいい。鉄見下ひとし。どうも、開作です。さあ、今回2回目の開催となるカジサック美食アカデミー。前回最強の挑戦者として選んだはずの嫁作が敗退。鉄見下に勝てる挑戦者は一体誰なのか。それから私は毎晩悩みに悩みました。凄腕の料理芸人、それともプロの料理人、いや、最強の挑戦者は YouTube 界にいたのです。チャンネル登録者数200万人オーバー、天下一品の魚さばきで鉄見下を3枚に下ろしてしまうのか。そう、今回の挑戦者はこの男。皆様、大きな拍手でお迎えください。カリスマ魚さばき系 YouTuber、 気まぐれクックカネコ。いやー、いや、僕もですよ。ほんまですか？カジサックのこと知ってもらってました？そうですよ。てか僕、跳ね飛びをめちゃめちゃ見てたんで。あ、ほんまですか？なんか、不思議な感じです。いや、嬉しいな、はい、僕もずっと気まぐれクックさんを見させていただいてて。ちなみになんですけども、嫁サックが金子さんの大ファンなんですよ。ありがとうございます。もう今日来たくて来たくて仕方なかったよ。焼いちゃった本当に毎日のように嫁作見てるんですよ。嬉しい。でも今日ちょっとスケジュールが合わなくて嫁作は来れなかったんですけども、いや、せっかくなんでね、はい、ちょっと金子さん聞きたいんですけども、はい、YouTube やるきっかけって何だったんですか？ YouTube やるきっかけが、はい、僕実はグループ YouTuber に所属してたんですよ。はい。で、そこでこの料理担当みたいなやつなんですよ。はい。で、なんかちょっと、なんだろう、人気が出たと言いますか。いや、もう人気が出たじゃないですか。いや、もう人気が出た、そんな絶対そうですから。そこちょっとやってみようかなと。あ、個人的にちょっとチャンネル開設してみようかなと。そしたら、まあ、反響がありまして。なるほど。なる感じですね。魚さばくジャンルがこんなに、なんだろう、多くの人が見てくれるとは思ってなくて、はい、はい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 、びっくり。いや、本当に。いや、でもね、見ちゃいますよ。気持ちいいし、見てて美味しそうだしというか。でも今回ちょっと料理対決ということで。対決ですね。そうなんです。大丈夫です。意気込みの方はどうでしょうか？いや、もう、まあ、負けには来てないそうな。わー、かっこいい。かっこいい。今回ちょっと挑戦者の方、非常に僕悩んだんですけど、はい、ちょっと金子さんならあの人に勝てるんじゃないかなと思って。はい、誰ですか？知ってるくせに。僕的にはやっぱりカジサック美食アカデミーなんで、鉄人の方をちょっと応援もしたいんですが、やっぱり金子さんはもうガチで今回勝ちに行っていただきたいと思ってるんで。マジか。でも僕もどうだろうな。ガチガチ言っていいんすね？もうガチでいいです。ガチガチですね。あの、鉄人かなりガチなんで、後ほどテーマも紹介しますけども、はい、とにかく金子さん、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは我がカジサック美食アカデミーが誇る鉄見下をご紹介しましょう。よみがえるな、アイアンシェフ。なんだこの時間。ずいぶん長いオープニングがあって。わかるよ、金子さんと絡みたいのはわかるよ、はいはいはい、うん、まずそれはいいよ。いや、いいんですね。それ俺もお会いしたかったし、はいはい、うん、そういう風にチャンネル自分でやって、はい、もう200万人オーバーなんだって、はいはい、勉強にもなったし、はいはいはい、てっちゃん鉄見下ひとしはどこ行ったの？てっちゃん、いや、ちょっと僕的にもいろいろ考えたんですけども、うん、前回と一緒っていうのもいかがなものかなと。いやいや、って料理の鉄見下ひとしっていうコーナーなんだろ。そうですね。ってことは鉄見下ひとしがそこにいないとコーナーとして成立してない。あだ名なんで。鉄見下のてっちゃんなんで。じゃ
違う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 、あっちゃん、これ俺のあだ名、唯一持ってるちゃん付けのあだ名はあっちゃん。個人的な思いなんですけど、うん、できる限り堤下さんのウィキペディアのあだ名を増やしたいんです。いやあれパンパンになっちゃうからぜひ誰かてっちゃんお願いしますよ。いや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 、わけわかんない、てっちゃんは。さあ、それでは金子さん、はい、誰と戦う。鉄見さん、強さんね。ちょっと待って、体強しよ、俺の言ったじゃない俺一種もクソもやらなかった鉄見下強しよ。いや、もう何もなくなっちゃってんじゃん俺いとこに強しって言うんだよ。強いって思わない、強すぎる、強いって思わない、強し強しってなんだよ。俺も名前もう一個増えちゃうから。いやいや、ひとしで、ひとし、いや、ひとしでいいんですよ、別にそれどうでもいいですよ、名前なんですよ。本当は鉄見下敦だから。いや、でもね、今回のこの企画は僕相当な人が見ると思うんですよ。いや、まあそれはそうでしょう、ね、なんと言ったって、うん、金子さん VS 鉄見下ですから、これは。そうそう、これはどうですか。いや、僕もそれは気まぐれクックさん、はい、ずっと見てます。あの、お魚さばきの勉強とにかくなるし、はい、デカブツも行くし、小物も行くし、そうなんです。自分で手に入れてとかいうのを見てるので、はい、やべえなっていう。お、正直嫁さん来るってどうだっていいじゃん、あのもいや、おいおい、あんなただの主婦じゃん、可愛い。いや本物だから。いや、あげますね。どうしよう。いやいや、本物だから。そう、本物だから。だからこれこそが一戦目だと思ってます。事実上の第一戦目はこれだ。いや、そうです、そうです、そうです。なるほど。どうですか、金子さん。相手が何で来るかですよね。ジャンル何で来るか。確かに、どういう料理で来るのかっていうところですよね。全然知らないので、はい、ちょっとそれ次第かな。聞くところによりますと、今回てっちゃんは、はい、早いだろ、俺の咀嚼の仕方早いだろ。聞きましたけど、相当、試作したと。まあそうっすね、その相手がその金子さんでございますので、はい、全力で僕が向き合うことによって、この鉄見下、いや、てっちゃんが疲れるな、これてっちゃんってやつで、何個かだからやってみて、これだろうっていうのを一応持ってきます。なるほど、はい、てっちゃんは待って、あの、てっちゃんよくすぐに言えましたね。でそもそもオープニング聞いてたけど、跳ね飛び世代だったでしょ。はい、そうです。跳ね飛び世代だったらツッツン絶対てっちゃんって呼んでなかった。でもてっちゃんですもんね。てっちゃん、今日てっちゃん。今のに限ってはもう金子さん何にも悪くない。いやいや、全然悪くないよ、悪くないんだけど、跳ね飛び世代なのになんでよくてっちゃんって言うと、なんですんなりてっちゃんって言ってたから。てっちゃんに聞いたことありました。料理ってされてみたんですか。まあそうですね、あの、小さい頃から料理自体は好きだったんで、はい、やってましたけど、でもお魚さばきとかは本当に俺、金子さんの見てた、勉強したりとかしてました。すげえ。確かに僕ずっと一緒に番組やってたんですけど、うん、ブルドッグ自体は、ブルドッグじゃなかったの。どこにブルドッグがいいのか、ここに言えよ、お前人だろ、そう考えても。だけじゃねえよ、お前。そんなになんか料理修行とかしてないのね。まあ、修行全然してない。独学です、全部一緒です。あ、金子さんもそうです。うん、バイトみたいな感じでやってたことあるんですけど、はい、価値がないんで、趣味でやってたんで。趣味であれだけ魚さばけるってやっぱすごい、うん、いや、すごい、いや、楽しみですね。負けたくない、絶対負けたくない、負けたくない、負けたくない、よっしゃー、フェスティブルフェスティブル。さて、今回のテーマなのですが、私は迷うことなく決めました。気まぐれクック、そして鉄見下が共通して好む食材といえば魚。その中でも調理次第で様々な料理に姿を変え、料理人の腕も試される今、旬な魚といえばこちら。テンションがってぶつかってんだよ。前に言ったの。まだ当たってた。いや、当たってんだよ。お前、距離感赤ちゃんだ。こちら。そして今回もですね、まあ、事前にお二方には伝えておりました、はい、そして今回も一品勝負でございます。そちらの方を発表したいと思います。まずは金子さんが作るのがイワシのつみれ汁。はい、僕は嬉しかったです、それを聞いた時に。いや、だってやっぱり金子さんでは料理、そしてイワシといえばつみれ汁みたいなとこあったんで。ああ、そうですか。やっぱありますね、作ってくださるということで、はい、ありがとうございます。そしててっちゃんは、はい、イワシのパスタ。はい、
これがですね、僕ちょっと意外というか、うん、どうですか、金子さん。いや、アンチョビのパスタとかあるんで、はい、なるほどなっていう感じですね。あ、そうか、言わしていえばアンチョビだから。そうですね。こてっちゃんはどうなんですか。いや、てっちゃんできない、てっちゃんじゃないそんなに深めてっちゃうかお前。いや、私としては、はい、言わしていったらつみれ、まあこれは王道ですし、はい、もちろんつみれも試作しました、はい、けれどもちょっとさっぱりしたものもいいんじゃないかなということで、今回パスタを選択して、はい、そして召し上がっていただこうと。なるほど。いうところも試作に試作を重ねた最終結果がこれでした。どうですか金子さん。うわー、強敵ですね。おー、作ったんですよね。もうなんか試作は相当したみたいです。どうしよう、僕がいつも食べてるつみれ汁を作りたいなと思って、はい、それはそれ一番それ、はい、ですね。ただこれ審査は審査で難しそうですよね。そうそうそうだと思います。こうなってきます。全く別のものだからね。そうですね、うん、さあそしてですね、ちょっとカメラマンを前回はですね、鉄道下さんサイドには安武さん撮ってたじゃないですか、はい、で嫁作サイドトンボさんが撮ってたんですけど、はい、ちょっとコメント欄がプチ炎上しました、はい、どの形で炎上するの。カメラマンさんが炎上って、トンボさんがですね、はい、嫁サックの手元じゃなく顔を抜きすぎてそしてすごくコメントが下手くそだったんですよ。ちょっとチェンジをしたんで今回逆にします。キノブレクック金子さんに安武さん、はい、そしててっちゃんにはトンボさんを。やだよチェンジをしたやつつけちゃったらもう俺も炎上するんじゃない。でもさすがに笠原君はアホじゃありません。今回トンボさん相当練習してきました。そう、はい、その手元を必ず抜くっていうのは。ただやっぱりコメントは今手元抜いた感じすぎるおじさんの手元だからな。こんなの抜いてどうすんの。トンボさん調子いいですね。そのカメラのシステムでいきたいと思います。それではいきましょう、アーレンクイズ。声が始まります声が始まりますね。男性として声が始まりますさあ始まりましたね。はい、さてさてさて、じゃあ今日は5匹使いますね。6匹5匹、はい、こちらてっちゃんサイド、はい、イワシを6匹使うようです。6匹、はい、なるほど。ちなみに今回はですね、審査員の方が前回2名だったんですが3名にします。おお、なので3品作ってください。およ、はい、ガチャくん、こちら挑戦者サイドですが、普段毎日のように、魚死体を扱っているということですが、うん、イワシ自体を扱うのは半年ぶりということです。そうですね、そんな久しぶりだったんじゃ。まあでもでもまあ覚えてる。でも体が覚えてるんで、触り方自体は大丈夫かなと。かっこいい。今回金子さん、イワシってテーマ聞いた時どう思われましたか。いや、難しいなって思いましたよ。ああ、イワシは本当に臭みがあるんでね、やっぱり古いと。僕は港町で育ってるんで、本当鮮度のイワシばっか食べてるんですよ。どういうクオリティのイワシが来るか、それもちょっと心配だったんですけど、今回のイワシはどうでしょう。まあ本当に55点言ってくれました、ありがとうございます。本当にまさしくそうおっしゃる。55点か、失礼いたしました。そうだもん。今回ちょっとスーパーで買ったんで市場まで行くべきでしたね。申し訳ない。いやいや、とんでもないですよ。てっちゃん、こちらは今何をされてるの。あ、軽く表面に本当イワシをすくう鱗があるんで、はい、今鱗取ってるだけです。鱗取り、はい、カジャク、はい、こちら挑戦者金子ですが、もうトークしながらも今腹内臓を出して頭を落としている状態ですね。え、軽快にさばいております。早くない。逆なんですけど、こういうさばき方なんですよ。あ、内臓が飛び散りにくい開き方なんですけども、はい、まず頭を落とします。落としますね、はい、そしたらお腹の方から包丁を入れまして、切れ込みを入れます。そして尻尾の方、ここからズズズズズってやります。パカッと開きます。で、反対側向けて、こっち側も同じようにこう来て、こうですね、背骨に沿って尻尾まで来たら包丁を立ててポンってやります、はい、そうするとか、うわー、すげー、腹はこうね、すげー、こう腹が入ってるんですよ。内臓を取り出さずにさばくっていう、こうきれいに開くってやり方もある。すげー、こういうやり方もあります。すごいっすね、安武さん。やっぱりさすがですね。たださばくだけではなく、その技術も披露していく。はい、トンボさん、はい、てっちゃんサイドはどうでしょうか。イワシの方はてっちゃんもただいまさばいております。いや、だから無理だぞこいつじゃ今かえこさんがやってるさばき方を横でやってて、俺も同じことしてたのに、え、てつみさんも同じことやってますと言われるの。なんで言わない。ただただ見つめ続けてイワシをさばいております、どういうことなの。いや、マジトンボさん、それ言ってくださいよ。じゃあ、そこのね、わかんないですよね
今回てっちゃんは、はい、イワシがテーマと聞いてどう思いました？いやもう本当にさっき金子さんもおっしゃってましたけど、足が速い魚なんで、とにかく臭いっすよ。だからあのなるべくこの臭みを消しつつも、はい、イワシの良さは残していきたいなと思ってます。なるほど、はい、イワシ料理は作ったことあるんですか？あ、イワシ料理は好きなんで結構作りますけど、はい、あのやっぱりこう今回に関してはあの人に食べていただくっていうのもありますので、うん、まあ、それも考えつつという感じですね。了解しました。金子さん今これは何をされてるんでしょうか？手開きですね。手開き、包丁を使わずに、はい、捌くというやり方。はー、そうするとこのようになります、はい、で尻尾の方からちょっと骨を切ってちょっとビビ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 と引っ張っていくと骨だけこういうふうに切れてます。わー、すごい。でも手開きにすると何がいいかというと、はい、この、あの、見てもらったら分かるんですけど、はい、お腹の骨、これがね、はい、取れます。はー、はい、このやり方がやっぱいいですね。そしたらここにまだ腹骨がついてますんで腹骨をすいていきます。いや、だから手開きは金子さんがやってらっしゃるから、はい、そっちをピンチャーしないと。そうですね、これは包丁開きしてるじゃん、はい、そこはピンチャー。てっちゃん、はい、ちょっと静かにしてもらっていいですか？ごめんなさい、今ちょっと抜けちゃったよ、こっちで。これでもう、これ素晴らしい。こういう形にしていきます。はい、手際が半端じゃないですね。さすがの技術と解説ですね。あっという間にこの説明をしながらも軽快にさばいております。あ、トムさんお願いします。そろそろこちらてっちゃんサイトですって言ってもらっていいですか？こちらてっちゃんサイトなんですけれども、はい、黙々とさばいておりますね。はい、もっとあれやろ。黙々とさばいておりますか？努力か。俺、てっちゃんはそれ手開きしてるんじゃないんですか？手開きしてないようです。え、それ今何してるんですか？いや、包丁で開いて中洗って今中の骨を取ってますよ。あ、骨取りですね。はい、今回ローテビライでやっておりますので。なんだお前それ、ローテビライって。すいません、フィニッシュみたいな。すいません、ノーマネでフィニッシュみたいな言い方してる。トモさん、はい、普通にすいませんって謝るのやめてください。魚突っ込んでるだけなんで。こちら挑戦者サイドも魚の全てさばき終わりました。うわー、5匹5匹全て、はい、あっという間でしたね。楽しみやわ、楽しみ楽しみ。これはプロタンさん、ありがとうございます。借りました、すいません。プロタンさん、スミレっていうのはどういう手順で作るのかとかも勉強になりますよね。そうですね、本当にあの一般的な作り方で今日は作っていきたいと思います。もうご家庭料理でいきたいなと。あ、あまりハードル上げない。なるほど。そうですね、誰でも作れる。そうです、それが今日こうと少ない材料で、まあ、誰でも作れると。素晴らしい。それでいきます。でもやっぱり作り方自体はあんまり知らないと思うんですよね、スミレっていうのは。意外と簡単なんですよ。そう、僕ちょっと今回びっくりしたのが、金子さんの材料がすごいシンプルなんですよ。本当ですね。これだけの材料でつみれ汁が作れちゃうんですね。今日あえてあのつみれにこう、なんだろう、つなぎとして小麦粉とか片栗粉使わないでこうかなと。あえて使わないで、本当にシンプルな作り方でいこうかなと。なるほど。それ小麦粉とか入れることによってどうなりやすいんですか？そう、あの硬くなるというか弾力が出るじゃないですか。好みだったりするんですかね、じゃあ。そうですね、今日はほんでそのフードプロセッサーとかでこうガガガガガッとミンチにするんじゃなくて、はい、包丁で叩いて、まあ、粗くこのイワシの食感を楽しんでもらえたらな。だからフードプロセッサーがないご家庭でも作れちゃうっていうことですね。トモさん、はい、そろそろ喋ってもらっていいですか？こちら挑戦者ですけれども、今さばいた魚に塩を振っております。これで臭みを取るということです。なるほど、安武さん安定のテンポありがとうございます。ありがとうございます。トンボさんはもう手元って言ったら手元しか取らない。お願いしますよ、トンボさん。顔をちゃんと取ってますから。本当ですか？はい、安心してください。履いてますよ、みたいな。早かったな、今も履いてますよ、開始。安村さん、いつか出てください、お願いします。そうだしょ、これでもてっちゃんサイドですね、はい、非常に丁寧にさばいておりますよ。丁寧に、はい、そうなんですよね。すごくきめ細かいです。てっちゃんはね、昔から何やるにも丁寧だよ。はい、本当に綺麗すぎだしね。お笑いは、お笑いは丁寧じゃねえ。いやいや、何をおっしゃいますか、丁寧じゃないですか。お笑いのりでやってるよ。大作、はい、こちら挑戦者サイドですが、はい、簡単と次は出汁の作業に入っております。あ、来た、これ出汁見たいわ、知りたいわ。金子さんの出汁の取り方、カツオ出汁ですね。カツオ出汁、カツオ出汁って難しいですよ。本当に難しくて、はい、こんな感じで一度火を落とします。はい、これは希少ですね。あー、こっちまでいい香りしてきた。火を止めたらこのカツオが沈むまで待ちます。いらんことしない。あ、そうなんですね。いらんことしたらね、えぐみが出るらしいので。なるほど。ゆっくりゆっくり沈むまで待ちます。へー、
勉強になるな。これついつい素人は触っちゃうもんな、混ぜて。さあ、カジサク、はい、こちらてっちゃんサイドなんですけれども、はい、イワシの方をですね丁寧にさばいて、こちら開いて中骨の方を取ったものです、うん、私は今回、はい、あのイワシ潰したりしないので、はい、この形を使うので、あのゆっくりと丁寧にあの中骨だけをちょっと取っております。てっちゃん、僕どんなものが出来上がるか想像つかないんですけど。ああ、確かに潰したりしないんですね。そうですね、あの今回潰さずにこの身をしっかりと丁寧に使っていきたいと思ってます。はーい、なんだその辛返事。ちょっとお塩買ってきて。はーい、じゃないだけの今大事な住所さん突っ込んでる顔をトンボさん抜けなかったね。魚だけではなく、やっぱお野菜もさすがの大戸騒ぎですね。ですよね、はい、やっぱそうっすよね。やったけさんも嬉しいんじゃないですか、金子さんのこの調理を添えて取れてるっていうのは。本当ですね、この距離で見るということはなかなかないと思いますので、とても楽しく今撮影させていただいております。金子くん、はい、僕はね、自分で喋り出して今あのちょっと魚の中身を取ってるんですけど、はい、私が金子さんの調理本当は見たいですよ。本当は本当はね、目の前で勉強したい。トモさん、そういうのをうまく絡めてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。何ありがとうございますって。カジサック、はい、絶品者サイドなんですけど、ちょっと今金子さんの手際の良さに焦って、はい、あのちょっと包丁さばきが下手になって今手際がちょっとすごく悪くなっております。やっぱりちょっと気に意識しちゃうんですね。ちょっとやっぱりあの料理の工程が早すぎて、はい、あ、これは早いな、本物だなと思ってます。なるほど。はい、こちら鉄道車サイドでした。トンボさん、それをトンボさんがやってくださいね。お返しします。やっぱイワシってでも大変やな、こうやって見てると。僕もまだイワシの処理終わってないですから。あ、そうなんですか。そうです、ここから川に行って骨をちょっと抜いていこうかなと。あ、それを先にてっちゃんサイドやってるってことですね。そうですね。カジサク、はい、こちらてっちゃんサイド、はい、イワシの調理が終わりましてですね、はい、今こうキッチンペーパーで水分を拭き取っております。なるほど、はい、やっぱりあのイワシはこう魚水分吸いやすいので先に取っておかないと。さすがやな。うん、本当に綺麗好きなんですよ、てっちゃんって。昔からちょっと汗かいたら風呂入るんです。本当に。てっちゃん、1日何回ほどお風呂入られる？まあ、マックスで6回。汗をね、触られるのが嫌いなんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、だから彼女とかいた時代とかに、はいはい、汗拭いてあげるとか言われるのが一番嫌でした。懐かしいですね、彼女がいた時代って。若かったあの頃。グレーどうだ、久々にこういうノリツッコミは。絶好調ですね。お気に召したかい。ありがとうございます、ごちそうさまでした。召し上がれ、召し上がれ。カジサク、はい、こちら挑戦者サイドです。はい、イワシの仕込みに入ってまいります。仕込み、はい、ここね、はい、背びれの硬い骨が入ってるんですよね、はい、これはどうしても腹開きだと残ります。はい、なんでこれを取る作業ですね。開いたんですけど、はい、こういう風に半分に割ります。ここですね、背びれの下には硬い骨がありますので、はいはい、これを除去します。はい、取っていきますね。そしたら皮を引いていきます。でこれね、手でも引けるんですけどね、はい、イワシの皮っていうのはね、まあ、皮取らないでもいいんですけど、今日は皮取りますね。はい、うわ、取れますね。今回はなかなかためになる情報も盛りだくさんでお送りできる。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます、金子さん。ほんまに、こちらも本当にお邪魔しております。ありがとうございます、本当貴重な会に。 YouTube って人柄ってすごい大事ですよね。やっぱ出るんでしょうね。出ますよね。結局ね、仮面かぶとってもあかんですわ。分かりますか。カジサクさんもいろんな YouTuber さんとコラボして、はい、なんか、あ、この人ちょっと、みたいな人いたんですか。カジサク、はい、挑戦者から質問が来ておりますが、いかがでしょう。そうですね、いなくはないっていう感じじゃないでしょうか。ありがとうございます。失礼いたしました。そこで一番僕もめっちゃ気になるの。カジサクさんが嫌いなのちょっと。いやいや、でも本当に、でもぶっちゃけいい人ばっかりですよ。そうですよね、本当に気遣っていただいたりとかして、思ってたよりも上回る人の方が余裕で多いですね。あ、そうですよね。だって今日も金子さんも来ていきなりさ、ちゃんとご挨拶してくれてさ、いやいやいや、あったかい人でさ、いや、
とうございます。本当に感動しましたよ。解釈、はい、こちらてっちゃんサイドなんですけれども、はい、今生姜の皮むきに何を笑ってるんですか。あの生姜を生姜って自分で言ってで、それで自分でつぼっちゃってるからもうカメラマンとして最低ですよ。金子さん、魚好きになったきっかけ何なんですか。僕は小さい頃からです。もう生まれた時から魚好きで。それは親御さんの影響とかそういうことですか。両親が2人ともあの調理師を免許持ってて。そうなんだ。それがあるかもしれないですね。坂井さん君、はい、鉄尾したのなんですけども、はい、今梅干しの種を取って叩こうとしております。あ、それすごい大事な工程。なんでトンボ言わないんだよ。おい、トンボ梅干しのパスタが梅干しの意味だ。ミンチなわけないですよ。梅干しのミンチなんてないですよ。ミンチって何ですか。ミンチってだからお前の心の中にあるんだよ。調べて。面白いな、あの2人。カイザックってのはお前が言うんだよ。わかりました。お前、あいつまあまあ怒ってたから。怒ってました。あいつあんま怒ることない。ちょっと大事な工程の前に大事だって言ってもらった。わかった、はい、全部聞こえてますよ。成長しろ。ありがとうございます。仕込まなきゃいけないんです。そうですね。大事な工程じゃなくて、トンボさんもあの逐一ね、はい、新しい動きしたら伝えてください。いや、そうなんですよね。そうなんですよね。いい感じ。あ、今パスタにこれ何をかけてるんですか。これはパスタ。それはイワシですね。もうダメだ。もうダメだ。イワシにこれ何かけてる。イワシに今お酒をかけてます。これはどういった。あ、臭みを消すためです。なるほど。はい。いろんな臭みの消し方があるんですね。そうですね。まあまあまあ、何でも何でもかんでもですよ。まあ、生姜ももちろんこの後使いますし。何ですか、これはですね、今からカツオがいい感じなので、はい、出汁をこしていこうかな。こすんです。これが一番出汁でしたっけ。そうです、これ一番出汁。一番出汁、黄金ですね、これが黄金出汁。黄金出汁です。じゃあここでパスタがで、ここでキュウリを押さずに、はい、もうゆっくりとゆっくりと揚げます。坂井ジャック、はい、鉄尾下のパスタが今導入されました。導入されたんですね。はい。なぜトンボさんはそれを伝えないんですか。ちょっとですね、はい、見とれておりました。ちょっとお願いします。トンボさん、前回よりちょっと調子悪いですよ。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。坂井ジャック、はい、トンボさん、あの緊張しすぎて口が臭いですね。あの塩をぶち込んでください。臭み取っといてください。臭み抜いてください。パスタ君、はい、こちら挑戦者サイドですが、今生姜を、扱っているのですが、はい、皮の剥き方、これスプーンでやるといいという。おい、はい、それは知らんだ。豆知識まで。そうですね、僕も包丁でやったことが多いんですけど、はい、今日はちょっと、うわ、素晴らしい。あっという間ですね。ピーラーなど使わずにスプーンでもこんなに綺麗に切れると。まあ、素晴らしいですね。綺麗に取れますよね。坂井さん君、はい、テクニシャの方、そろそろ仕上げにかかるところに、もうなってきてます。俺もこっからめちゃくちゃ早い。で、こっから何やるのかもう本当全く言えないですね。確かに、それはほんまに確かに。ああ、鍋なんか2つ用意してますもんね。そうなんですよ。ちょっとこれ正直金子さんも気になってるとこなんじゃないでしょうか。俺はね、気になりますね。やっぱチラチラ見てますね。チラチラ見てますよね。はい、ほんと手間かかるな、岩瀬さん。マジで。お魚がね、手間かかるんですよ。あ、魚自体が。そうそうそう。だから、金子さんのチャンネルとかめちゃくちゃ手間かかってる。でしょうね。あの、見てる方はね、パパって見れるけど、はい、あの間の下処理とか掃除とかも大事だし。そう。ね、そこをね、そこを分かっていただきたいですね。やっぱり、てっちゃん的にも金子さんのチャンネルってのはすごい勉強になる。めちゃくちゃ勉強になってる。もう、魚さばくってなったら、もうほんと気まぐれクックさんでしょ。はい、それはもう。こちらてっちゃんサイドなんですけれども、はい、イワシの方にですね、こちら片栗粉をまぶしておりますよ。片栗粉、はい、こちら挑戦者、はい、イワシを叩いていく作業に来ました。ついに来ましたか。ダブル包丁ですね。ダブル包丁、はい、二刀流でいきます。これは先ほどもおっしゃってましたが、ちょっと粗めに、はい、そうですね、もう包丁で、はい、っていうこと自体が、ね、イワシがですね、うん、ついにフライパンの方に投入されました。焼くんだ。はい、オリーブオイルで。ただ焼くだけじゃなくて、ちょっとオリーブ多めで揚げ焼きみたいな感じにしていきたいと思います。揚げ焼き、はい、すっごいいい匂いしてきた。めちゃくちゃいい匂いです。そして金子さんの叩きリズムが素晴らしい。
こちらてっちゃん材料なんですけれども、はい、イワシを一旦保温状態にして、ほう、そしてパスタを今からやるそうですよ。パスタをやるそうですよ、はい、パスタ今から炒めます。はい、さあフライパンにパスタが投入されました。はい、いよいよですね。俺もいよいよです。テッチャーサイド、今からパスタの中に梅、そして、塩昆布を入れます。塩昆布、はい、なんだそれは。ベースの味付けはこちらにしたいと思います。面白い。これはすごい、見たことない。挑戦者サイドですが、イワシを叩いたものに生姜汁、生姜の汁だけを混ぜております。あ、お汁だけなんですね、はい、それはなんでなんですか。生姜を使うのに汁だけというのは、なんか繊維が入るから嫌だなって。生姜の香り消しで使いたいんで。これはちょっとした一手間じゃないですか。ちょっとでも先ほどから金子さん本当にてっちゃんの方チラチラ見てますね。うまそうだな。こちらパスタが皿に移されました。梅干しと塩昆布の味付け。そうですね。イワシ入ってないですよね。イワシまだ入っておりません。本ガツオの方ですね。はい、カツオまぶすそうです。あ、そしてついに何、イワシの方がパスタに乗せられました。そういうことか。これはおー思わず金子さんからおーというこちらで呼ばれましたね。こちらで完成です。うわ、完成しました。さすがだな。いや、僕もこういう対決っていうのはやったことがなくて。え、初ですか。対決ってないですね。よく受けてくださいましたね。はい、もうぜひぜひ。あ、嬉しいな。広いな、心が。カザク、はい、さあ、今つみれをいよいよ、はい、鍋の方に投入していきます。はい、じゃあ入れていきます。ゆっくり落としていきます。美味しくできたかな。あれだな。すげえ心配。醤油も少し加えます。ほんの少しだけです。あんまりたくさん入れすぎると後で煮たばりできなくなるんでね。なるほど。薄かったら足せばいいんですよ。今のはありがたい言葉ですね。そうですね。めちゃくちゃうまそうだな。こちらが、はい、先ほど切った白髪ネギですね。で、少し白髪ネギを乗せたら、じゃあシンプルですがイワシのつみれ汁完成ですね。いやでございます。はい、どうですか、作ってみて。いや、ちょっと待って、1個いいですか。1個いいですか。はい、はい、ガチの料理研究家です。そうなんです。今回皆様、なんと審査員はスペシャルでございます。森崎さんです。いやー、本当にありがとうございます。いや、こちらこそ、はい、いつも見てるんで YouTube。 え、マジですか。もちろんですよ。うわ、嬉しい。本当ですか。家族でみんな出てて、はい、奥さんも子供もめちゃくちゃ可愛いし。いや、違うんですよ、これめっちゃ可愛いんですよ。違わないじゃないですか。ボルサリの関さんが前回やっていただいたんですけども、ちょっとスケジュール NG ということで、金子さんということで、ちょっとすごい人呼びたいなということで、森崎さんにオファー出したら、快く受けてくださったということで。そして、金子さんは今知ったっていう。いや、聞いてないと思った。びっくりした。うわー、惜しかったね。そして今回ですね、もう一人増やしました。はい、この方です。よろしくお願いします。お願いします。代表ということで、はい、点数はですね、森崎さんが10ポイント、はい、そして一般人代行トンボさん5ポイント、そして土橋くん5ポイントで、合計20ポイントで対決してもらおうということにいたしました、はいはい、でもどうですか、今回作ってみて。まあ本当に僕は美味しいのができたかなと思います、はい、あ、じゃあ自信の方は、はい、ありますけども、はい、やり分ね、料理人じゃないので受け渡せるということで10ポイント贈呈しております。はい、じゃあお願いします。いただきます。いや、うん、すごいすっごいいい香りします。お、いい香り。いただきます。うん、うん、美味しい。おわ、結構塩分強めに。そうですね、名古屋なんで、はい、ちょっとしょっぱくなっちゃったかなって。そうですね、これでも薄くした方なんですよね。そこがちょっとね、でも
臭みとかがやっぱり一番気になるものなんですよ、このつみれ汁って、はい、その臭みもなくて、気をつけました、本当こう素材の良さをこうだけです、ね、ダイレクトに伝わってくるから、はい、そこがこうポイントかなと思います。ありがとうございます。混ぜる時はあれですか、フードプロセッサー、いや、かけました、あえて食感を残そうかなと思いました。だからこう食感が結構ね、魚の食感が出てる、そうですね、あえてです。はい、あ、いや、しかし森崎さん、さすがですね。どうですか、いただいて森崎さんから言葉を。嬉しいです。嬉しいですか。シンプルに嬉しいです。ちょっとごめんなさい、ちょっといいですか、急に声ちっちゃかった。さっきと全然ちゃいますやんか。緊張しております。珍しい、あんま見られへんね、こんな金子さん。緊張しております、誘われ。いや、でもお褒めのお言葉ありがとうございます、本当に嬉しいです。さあ、では続いてトモさん、恐縮です。ありがとうございます。はい。いただきます。どうぞ。うまいよ。本当にうまいんだ。本当にうまい。本当にうまい。僕あの同郷なんで、アマグリプックの名古屋ですよね、はい、そうです。だからもうこの味の濃さはもう絶妙ですよ。あ、これはだからちょっと最有利なのかもしれない。ちょっともうこれ一口でいっちゃいますね。はい。これちょっとレベチですね。レベチ、レベチ出ました。レベルが違うということですか。これは本当に美味しいです。ちょっとトモさん手の震えが気になるんです。前回よりも緊張されてませんか。ちょっとね、もう何を言ったのか分からない。とにかくレベチです。なるほど。では今回から審査に入ってもらった土橋くん、よろしくお願いします。めちゃめちゃ好きです。よー、めちゃめちゃ好き、好きな味です。やっぱここで言っても香りがすごかったんですけど、うん、やっぱ汁飲んだらさらにふわっとカツオの香りが広がりましたね。あ、いいですね。じゃあちょっとつみれの方もいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。おいしい。生姜がやっぱいいアクセント効いてて、うん、トンボさんの5倍うまいですね。ドバシ君がいてよかった。どうですか、カルノさん、どうですか、というふうにいただきましたけども、はい、手応えはちょっと薄いかなっていうの。おい、ほんまですか。そうですね、なんで鉄下さんで、あ、鉄下さんですっけ、鉄下さんで。てっちゃんのやつを食べてるんで、そう、さっきちょっとちらっとお互い試食したんですけども、いや、もうびっくりするかもしれない。やばいかもしれない、死ねえぞっつって。というわけでてっちゃん、はい、もうてっちゃん慣れてきた。いかがでしたか。いや、まあ今回はやっぱり金子さんっていうのもありますし、はい、いや森崎さんや、問題は。そう、うん、これ言わなきゃ。そしたら女性向けにするし、今日ここはサプライズで発表したかったんです。いや、席のババだと思ったから。僕もずっと森崎さんの料理テレビを見続けてるし、はい、ものすごく綺麗な料理作られる方なんで、はい、どんな評価が来るかっていうのも楽しみですけど、うん、早く食べていただきたい。あ、そうね、パスタですから、パスタですから、お願いします。いただきます。すごい、こう見た目からも何層にもこう、いただきます。香りもいい。うん、うん、美味しい。うわ、これ嬉しいな。嬉しいし、今すごいやっぱ可愛かった。いや、これね、なんてことないようなんですけど、はい、イワシに適度にこう焦げ目がついてるんですよ、はい、これがやっぱり重要で、炒めればいいってもんじゃないですか、はい、はい、そうですね、この焦げ目もやっぱり一つの調味料になってるので、はい、もう抜群ですね。いやー、しこれね、旨味をこう何層にも重ねてくるので、梅を使ったって言ってましたけど、はいはい、また昆布も使ってるし、塩昆布も入ってます。この鰹節も全部旨味だけで、これなんかなんてことないパスタのようで、かなり計算されてる。いや、うわ、何このベタボメ。なんかやっぱり家でも作られてる。そうですね、これは、はい、相当作られてる。やっぱりこう伝わってくる。僕がそうやって考えて作ったの全部バレた。うわ、で今俺森崎さんだよ、丸裸だよ今。全部裸されてる。鳥肌、鳥肌、さすがです。さあ、というわけでじゃあトンボさん行きましょう。ありがとうございます。トンボか。いただきます。大事な審査員ですよ。いや、まあ、確かに僕点持ってますから。なんで点持ってんですからね。
うわ、一気にいく。ちょっともう男子ですな。男子食いでいきますわ。そんないく。そんないく。いただきます。入る、すごいね。入るんだな、これ分かるのかな、うまみ、これで。いや、これでうまみ分かるのかな、これ。森崎さんが言ってたこと全部分かってくれるのかな。もう出てるし、ちょっとそれ。俺と喋らないでくださいこうなる。最初ちょっと口にちょっと入れすぎちゃって、味がちょっと入ってこなかった。いや、それあんた見る、森崎さん見たら、あれが正しい食べ方だよ。味を見るけど、味見なんだから。でもこうどんどん減っていくじゃないですか、うん、減っていけば減っていくほど味がもうぐん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 きて、独特の表現。これ僕本当イワシのパスタって初めて食べたんですけど、うん、パスタランキングでも、うん、もうかなり上位ですね。これはもうやれたい。これめちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。これ段違いです、本当段違いです。あれ、レベチからの、はい、レベチからの段違い。最初段違いする、うわ。編集しきらないよ。全部が変わりすぎて編集しきらないよ。いただきます。いただきます。うん、旨味がすごい出てる。なんちゅうコメントなんだよ。でもドストレートで嬉しいっすよ。まあね、あの告白的に大豆って言ってるんだから、あれ嬉しいっすよ。ほんまにそうやわ。ちょっと味のうまさがすごいですね。味のうまさがすごい。あんまり聞かないですから、味のうまさがすごい。旨味がどうでしょう、森崎さん。これ結構審査難しそうですね。いや、難しいですね。全然違うもんだし。そうなんですよ、うん、ジャンルが違うんですよね、はい、やっぱイタリアンと、はい、その和食っていうところで、はい、難しい、難しいですよね、トムさんも。いや、本当におっしゃる通りで、もうおっしゃる、もう森崎さんもおっしゃる、森崎さんがもう本当にが全て、が全て。あのさ、ずっと言った方がいい。素晴らしい戦いをありがとうございました。それでは発表します。これはね、納得の結果です。あ、そうですか。正直僕は本当に軽い気持ちで来ちゃった。まさかこんなに大掛かりなスタッフさんも何人もいて、このビッグゲストじゃない。終わりだった、そう。聞いてないですもんね、はい、だってそのもちろんオーソドックスな積み上げを作ったんですけど、はいはい、そこに何かを一つ二つアクセントを加えていけたらよかったなと思いました。なんでしなかったんですか。言ってなかったからですよ。確か本当におっしゃった通り、はい、旨味の連鎖、うん、いや間違いないなと、本当仕掛けできてるなと。金子さんから見てもてっちゃんの料理は素晴らしかった。本当に美味しい。もうぜひみんな真似した方がいい。うわ、これ嬉しいな。いや、嬉しいですね、本当に。どうてっちゃん。いや、まあそうですね、まあ一応てっちゃん、てっちゃん。やっぱり入ってこない。まあまあまあいいや、今日てっちゃんだからな、はい、いや、てっちゃんとしてこう勝たなきゃいけないですし、はい、まあ僕もそのチャンネルをやらせてもらってる、そうですね、店長でもありますから。そうですね、やっぱり料理の方で負けたくないってなったんですけど、やっぱ魚、はい、そしてつみれ汁も、うん、本当に美味しかった。めちゃくちゃ。あれだからね、あのつみれ汁もちょっと後でレシピ聞いて真似したいです。うえぇ、食堂でちょっと真似したいです。あ、いいですね、それ。そう、これしか見れなかったから、これしか。では、森崎さん、はい、いかがでしたかね。いや、もう本当ね、レベルの高い戦いなんですけど、はい、金子さん本当ね、やっぱり自分で分かってらっしゃるというか、本当オーソドックスの、うん、料理だったんですよ、はい、もちろん美味しかったんです。でも、旨味の層っていう意味で、うん、てっちゃんが、てっちゃん早いね、やっぱりね、この人やっぱ天才なんですよ。いや、でもね、何層にも来るんですよ、うん、もうすごい考えられてるっていうところで、オリジナリティっていうところで
あるんです。あー、なるほど。まあ、一応聞いとこうかな。小野さんどうでした？先ほど森崎さんがおっしゃってくれましたけれども、じゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫です。ありがとうございます。一言だけください。一言だけ。すっごい美味しかった。どうしくんは、あともうパスタももちろんめちゃめちゃこう味の層が美味しかったんですけど、うん、気まぐれクックさんのイワシあれだけでガツンときたのがすごいびっくり。確かに僕も味見させてもらったんですけど、うん、すっごい美味しかったです、うん、金子さんの、うん、絶対でした。見事な戦いでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。料理対決やっぱ面白いね。面白いね。いい顔してますね。いや料理が料理やるとね、やっぱ人の料理見たいんですよ。多分お互い見たいんですよね。どんなのをやってるか。でもやっぱ楽しいですよ。でも金子さん悔しいんじゃないですか、正直。いや悔しいですね。いや作り込んできてよかったな。後悔してる。後悔っす。あれはあれでも素晴らしかったと思うんですよ。そうですよね。でも本当にまたリベンジとかもしたいですね。マジっすか。これはもうこっちも喜んでみたいけど、例えばですよ、また次やるとしたら金子さん的にテーマ食材とかこれがいいなとかあるんですか。フグでいきましょう。うわ勝ちに来た。大きいです。大きい。でさばけんの免許。免許免許ですよ。だから俺は金子さん出る時までに免許取らないと長くない。工程そこに行くまでがもうフィールドを完全この気まぐれクックフィールドになってくるだろう。面白いなほんまに。俺それ見たいもん。普通にさばいてるところただそれ見たいもん。ちょっと今回ちょっとスケジュール合わなかったんですけども、ちょっと次回また僕ら名古屋行くんで、ぜひぜひぜひコラボしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、そして堤社食堂もよろしくお願いします。あ、本当に。あ、本当に。ちょっと魚の勉強みたいな動画もちょっと撮り、ね、撮らせていただきたいので、ぜひぜひよろしくお願いします。仲良くやっていきましょう。はい、お願いします。ありがとうございました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 。てっちゃんって何？最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。